向こうの駐車場いるまだ、はい、誰か。続きまして、少年柔道指揮は望月先生。いつ出るか分かんないな。館長の経歴説明を終わります。どうもご清聴ありがとうございました。一連の足跡だというふうに感じるわけであります。こんにちは、講師ともにご多忙のところ、我が養成館創立60周年の
会にご参加いただきましたこと厚く御礼申し上げます。またただいま静岡市長様、ただいまご紹介をいただきました合気道の名芝でございます。実は、望月さんとは昭和5年以来の お付き合いでございまして、父のもとにおいでになっていろいろ合気道の修行をなさっているということで、塩丸さんあるいはまた望月さんという中でございました。ですからこの席で、大変ふさわしくないかも分かりませんが、先生というよりもさんとして、お話し申し上げる方が私違和感がございませんので、その点をお許しいただきたいとかように思います。実は、本日この お祝いがございまして、こちらへお伺いしなきゃいかんということで、昔の写真をパラパラとめくってみました。ところが、妖精館ということで、昭和6年で7年の、道場開きの写真がパッと写ってございました。中心に、私の父合気道の楷書でございます。私の父、そして、当時、有名でありました海軍大将の竹下勇閣下、さらに、榎本舞踊さんの息子さんでございました榎本春之助さん、あるいは三浦誠本少将といったような方々が、望月さんを中心にしてピシッとまとまりまして、何十人かの写真が捉えてございました。こういうことがあったんだなとつくづく私感じていたのでございますが、それで